どうも、玩具発掘事務所です。今回紹介する中古玩具はこちら。まず一つ目が220円のドライブドライバーです。ただ、シフトブレスとかはついてなく、ベルト止めも欠品しているんですが、まあ、ベルト本体だけでね、200円だったら、ちょっとこれ予備用として置いとこうと思って買いました。最後二つ目がなんと衝撃、550円のギガガブリボルバーですね。これめっちゃ欲しかったんだよね。めっちゃ嬉しかった、これ。すごくない？ただ、充電池はね、入ってないですね。確か10番のやつが変身用でしたっけ。またね、そんなのは後で買えばいい話ですからね。これはもうめちゃくちゃ嬉しいですね。念願。やっと買えた。ではね、こちらの中古玩具開けて状態確認、動作確認していきたいと思います。うわ、ちょっと待って、最悪。めっちゃ電池液漏れしてる。これはもうね、やばいですね。ちょっと早く取り出します。やばいやばい。はい。ではまずはこちらのドライブドライバーから見ていきましょう。全体的にね、まあ傷とか塗装剥げはね、まあ普通にある感じで、まあ一般的な中古の見た目って感じですね。で、シフトカーとかシフトブレス、ベルト止めとかは全て欠品しております。本当にベルト本体だけですね。ただベルト帯とかはね、ちゃんとついてるんで腰に巻くことはできますと。はいはい。まあでも、まだでも中古にしては綺麗な方なんじゃないかな。うん。まあ、さすがにここはね、擦り傷いっぱいですけど。はいはい。うん。で、このね、シートベルトの、このギミックがすごく、僕好きなんですよね。ではね、こちら電池入れたので音声確認していきましょう。これね、確か単三3本なんですよね。なかなかすごい電力使うんだろうね。はい、ちゃんとなりますね。ではちょっと回してみましょうか。はい、ちゃんとなります。ではこちらのもともとね、僕がずっと持ってるシフトブレスを使ってちょっとね、動作確認していきたいと思います。変身音の確認とかね。ではちょっとやってみましょう。なるかな。あ、いけるんじゃん。あ、いけるいける。普通にいけるね。うん。はい、バッチリですね。変身遊びしていきましょう。あ、なんかずっと置いてたらね、プチって切れるんで。はい、問題なくちゃんと遊べますね。はい、ちょっとね、ドライブドライバー動画撮るとき撮りづらいですね。てかね、僕シフトブレスね、この間100円で見つけたんだけど買っとけばよかったな。俺ドライブドライバー3つに対して、これもう3つ目なんですけど、ドライブドライバー3つに対してシフトブレス1個しかないからね、もう1個買っといてもよかったな。ちょっとそれは間違えたな。では最後はね、こちらのギガガブリボルバー見ていきましょう。まずね、グリップ周りから見ていくんですが、こんな感じでね、本当に一般的な中古の見た目って感じで、これもすごく綺麗な方だとは思うんですけど、どうなんでしょうね。はい、こんな感じで、まあ特に塗装剥げとかそんなにひどくなくて、ここら辺のね、赤いメタリックの塗装がめちゃくちゃ綺麗。あ、ちょっとここでも汚れついてますね。これはね、拭いたら綺麗になるタイプですね。いや、これめっちゃかっこいいんだよな。いや、嬉しいわ。これほんと探してたんだよね、ずっと。はい、入ってないです。で、液漏れすごく激しかったじゃないですか。で、まあなんとかね、直して、ちゃんとね、音声確認できるようにしましたので、電池入れて音声確認していきましょう。電池入れたので音声確認していきたいと思います。はい、なります。ここの稼働とかも特に問題はないので、多分遊べそうな気はしますね。では、僕ね、10番のね、充電池持ってないんで、こちらのね、ガブティラ使って、ちょっと変身音の確認、動作確認していきたいと思います。では、ブレイブ、イン。あ、でもね、このガブリボルバーの怖いところって、まあ、ギガガブリボルバーもそうなんですけど、こういう系統のやつって認識がね、すごくね、おかしいやつが多いんで、これどうなんだろう。お、
ちゃんと認識してるね。はい。ちゃんと遊べます。よかった。じゃあ上の方にもちょっと充電池入れてみましょうか。あ、こういうちょっとした誤作動はね、割と多いんかな。ブレイブ、イン。なんか上の方に入れたらすごく認識がおかしくなりましたね。なんでだろう。上は認識悪いのかな？いや、そんなこともないか。たまたまなのか、これ。いや、どうなんだろう。まあでも普通に遊べるんで、まあ、良かったですね。はい。まあ、普通に遊べますね。ただの、たまたまなのかな？はい。まあ、一応問題なく遊べましたね。俺の持ってるガブリボルバーはもうこれすら認識しないですからね、ほとんど。全然多分まだマシな方ですね。よかった。普通に遊べるわ。はい。今回紹介したのはこちらの中古玩具でした。では、次の動画まで。さらばじゃ。